寒いね、随分とね。気温下がったわ、なんかちょっと風邪気味だし。なんか喉が痛いというか。だいぶ気温下がったね、先週より。もうこのまんま秋になっちゃうんじゃないのって感じ。もっと早く入ればよかったなと思ってる？ってことは得してるってことだよね。あ、イベントアイテムありがとう。どすこい、どすこい、どすこい。もこった、もこった、もこった。センキューありがとう。ついに来たわよ。ついに私に来たわよ。バトンが。いや、結構ね、メンツがすごいんだよ。メンツがね、まあ、藤見ちゃんは企画立案者っていうかね、まあ、もちろんオーナーですけど、参加メンバー、参加メンバーはこれですね。すごくない？結構大きいイベントだよね、これね。野田ゾウリさん、海老原助蔵さん、ナーボーさん、モンちゃんさん、ヤドタンさん、ヤマちゃんさん、タクミさん、風間さん、藤見ババアさんってさん。石川さんどうなんだろうね。藤見ちゃんが、でもほら、企画を考えてる藤見ちゃんがオファーしてる感じだからね。だから私がどうのこうのじゃないんですよ、今回。お呼ばれされてんね。ゲストとしてね。で、藤見ちゃんにははっきり言ったのね。今回。風間くん目当てで私は行きますと。風間くんがいなかったら私は出演しなかったって。イベントアイテムありがとう。もこった、もこった、もこった、センキュー。そう、やっと会えるって感じでね。でもね、昨日ね、風間くんが自分の枠やってて、その話してたんだけど、その企画終わった後に、藤見ちゃん家に泊まるんだって。みんな聞いて。だから、オカマ同士で奪い合いになるかもね。あわよくば、うちにね、うちに持ってこようかなと思ったけど、もう藤見ちゃんとは約束しちゃったんで、どうしようかな、みたいな。まあもちろんね、ビジュアルもいいけど、配信内容がめちゃくちゃ面白いから見てることであって。あなたたちみたいに、ね、イケメンの枠でね、そういう人じゃないんだ、私。ねえ、あーすごーいとか言ってね、斜線みたいな、キャッキャッキャッキャーみたいなさ。そうでしょ。そんな、お下品な女じゃないんでね。藤見ちゃんの企画力見習えよ。は？私がどうしても必要なんだって。ね、一番最後に誘われるってことはそういうことでしょ？藤見ちゃんは言ってましたよ、LINE で。奈々さんをお誘いしていいのかどうか迷ってましたけどって。最近コラボもしてないしって。真っ先に奈々さんに連絡したかったんですけどって、ずっと迷ってましたと。そう。いや、数合わせじゃないし、もう数多いだの。もうスペシャルゲストみたいな感じでしょ？この中で言うと。夜私配信しないし、スペシャルゲストやん。な？シークレストゲストみたいな扱いだの。だろ？いや、多分ね、私がね、最近、そういう、なんか人が集まるさ、企画とかにね、呼ばれないって言ってんのを聞いたんだろうね。で、うちのリスナーかなんだかわかんないけど、藤見ちゃんにクレームを入れたんだと思う。このタイミングでね、誘われるってことは。でもまあ、気になってた企画だからいいのかなってさ。もうね、小町くんリスナーさん来ないでください、うちには二度と。え？来んじゃねえよ。なんでここに来てんだよ。じゃあ私ね、小町くんリスナーね、統計を出したんですよ。
ずーっとずーっと1年間ぐらい見続けて、小町くんリスナーはおせっかいが多い。おせっかいな。だからうちのとこに来ると、何々してよ、何してよとかね、そういうの始まるんだよ、またな。流れてきて。コメント欄が一気に変わると思うんすよ。お前は痩せろ。これ父出してあげよっか。ねえ、私の豊満な、今脱いでもいいんだよ、ここで。私のことデブって言うんだ。デブの体見る今かな。ねえ、出してやろうか、ここでみんなの前で。ん？私のことをさ、毎日のようにね、デブとかブタだとかね、ゴリラとか言うけど、私がいなくなっちゃったらどうすんの？本当にいなくなっちゃったらどうすんの？そういう、ね、コメントに聞いちゃって、ね、もう行きたくないと。ね、この世とおさらばしようっつってさ、段ボールについてるね、テープかなんかを、2階かなんかにね、引っ掛けて、その、テープをね、作った輪っかの中に首を入れちゃったらどうすんの？やめなさい。どこ行く？でも逆に死んでほしいぐらいに思ってる人いるんだよね、配信者ね。だろう。モンジュリうぜえなと思ってる人は喜ぶんじゃないの、私が死んだのさ。あ、やっと死んでくれたみたいなさ。国葬はやってくんないの、どう考えてもね。ああ、桃奈々ちゃんね。まあ、桃奈々ちゃんはなんだかんだね。お付き合いあるし。そうだね、桃奈々ちゃん。何なんだよ！モンジョリー、帰ってきてよとか言いそうじゃない？私、実は好きだったんだよ。モンジョリーちゃん、必要だったよとか言ってね。だから、アイテム投げてよって。言いそうじゃないねえ、それを使ってアイテム稼ぎそうじゃないおだって日本とかで100歳ぐらいの人たちを見てるとさ、ストレス溜まってないんだよ、ああいう人たちってね。もう好きなもの食べてるし、好きなことしてるし、みたいな。で、100歳のおばあちゃんとかがステーキとか食べてんだよ。私、ステーキしか食べませんとか言って。ね、野菜なんか、バカが取るもんでしょって、戦争の時は、野菜なんかなかったんだよ、とか言ってさ。芋しか食えなかったんだよ、みたいなさ。やめ。そう。で、100歳の、おばあちゃんとかタバコ吸ってるからね、プワーとか言ってさ。すんごいなんか、風情溢れる吸い方をするんで、プワーってめっちゃ美味しそうなさ、ふわーとか言ってさ。すごいよな。で、酒とか飲んじゃってね、バーボンとかさ、カラカラとか言ってさ、私はね、戦争を経験してたんだよ。米軍のな、アメコーが日本にやってきた時ね、私はまだ小学生だったとか言ってさ、プワーとか言ってさ。じゃあ、この間ね、日本で最高齢の人が亡くなったの、115歳とか7歳ぐらいの人が最高齢だったんだけど、人を不安にする話ばかり。おめえみたいに脳みそな平和なやつはな、なあ、うまい棒でも食っとけよ。別に不安なんかさせてるわけじゃないの。これから起こりうることを話してるだけ。な？そんなやつが世界を救えんのかっつうんだよ。なあ、いざとね、いざそういう時になってそういうやつだってさ、コンビニで物盗んだりな、レイプしたりとかパニックになってね、人の邪魔ばっかりすんねん。シミュレーション頭の片隅に入れとかないと起こりうることはさ。だって私ね、3年前に言いましたよ。ね、世界を脅かす病原体が流行ってパニックになると。で、みんなワクチンを打たされて、
ね、強制的にね、そういう風な世の中になりますよって言った時、誰も話聞いてくれなかったの。本当に。何このおじさんって。何話してんのみたいな。ふーんみたいなさ。うん。はい、ゼロワンくんのメモが来ましたね、またね。ゼロワンくん。モンジュリより俺の方が企画楽しいと。よっさんとの対談がそんなに面白かったから、あれ企画なのか何なのかわかんないけどね。レジェンドとの対、ね、よっさんとコラボしてましたけど。あれは滑ってたよね。焼肉食べてるだけね。ね、私もそっとじしたもん。あ、でもね、昨日ね、なんか、TikTok から女の子がやってきたんだよ。ふわっちだったかな。私、お金なくなっちゃって、みんなありがとう、アイテム投げてくれてありがとうとか言ってね。本当にありがとう、なりえさん、アイテムありがとうみたいな、ずーっとやってる人がいたんだよ。で、涙、なんかね、涙を流そうと思ってんだけど流れないみたいなさ、見た？あの女。そう、私、貧乏女みたいなさ、なんだ？貧乏でお金が欲しいみたいなタイトルだったんだけど、閲覧700人ぐらいいた。何この女とか思ってさ、私見たな。こんなになりながらさ、たけしさん、アイテムありがとう、嬉しいですとか言ってさ、もうずーっとそれしか言わないのよ。で、それでバカバカさ、ふわっちだとね、アイテム、いや、顔は可愛いんだよ。なんか萌え系みたいな、ピエン系で。ブスじゃないの。顔は可愛いんだけど、その話してる内容はあえてもありがとうしか言わないんで、それで、下のね、コメント欄を見たら、30万ぐらい飛んでたの。ええー、みたいな。なんで？なんで30万ぐらいアイテム飛んでんの？みたいな。うん。ただ、ありがとうって言ってる顔なの？顔、可愛いから飛ぶの？そういう時代？やっぱり私、廃止し、あ、整形しようかしな。可愛くなったら投げてくれんのかな、みんな。あ、ゆうきちゃんお茶ばかりありがとう。もっこり、も、あ、違う、なんだっけ、なんだっけ、もこった、もこった、もこっただ。忘れてた。じゃあ昨日ね、ひどんなちゃんの枠で、ひでママが言ってたのよ。ね、ひどんなちゃんに言ってたの、こうやってタバコ吸いながら。あんた、上に登ったら落ちるだけだからね、って。うわーみたいな。それ聞いた時に鳥肌立っちゃって、そうよね、って。さすがだわ、ひでママと思ってさ。ね、上に登ったら、あとは落ちるだけだから。真っ逆さまに落ちるだけだからねって。はぬけってのに、だって、ひでママ入れ歯だよ。知らないのみんな。ひでママね、入れ歯芸っていうのが、ね、パコーンって入れ歯外したら、パパパって喋るときあんのよ。最近やってないけどね。小学校ぐらいに一回見ただけ友達が当たってんのが。それ以来私見てないね。私自分自身じゃなくね。結構レアだよね、金は。だから、クラスで一人当てると羨ましいんだよね。あ、お前金出たのみたいなさ。マジみたいな、そのさ、そのキョロちゃんの金の缶をさ、学校に持ってきたりとかしてる人いたんだよ。流行ったのっていうか、まあ、昔からあるよね、チョコボールは。昔から。ああいうグリコのおまけみたいな感じだよ。ねえ、ノルマ高すぎじゃね？ねえ、ひょうちゃんのコスプレしてよって。ちゃうだろう。普通に開けさせてよ。うん。石川のりゆきさんとコラボ？やめてってもん！やめ
って、やめてって、もうやめてって、もうやめて。知らないかな、これ。あ？チョコボール、今日のために、昨日買った値段4611円かかってんの。高くない？これが高いと思わない人、ね、脳みそ腐ってるわ。4600円ね、パッと開けるわけねえだろ？4000、5000円、約5000円あったらね、何ができんの？お茶ばかりありがとう。もこったもこったもこったセンキュー。5000円あったらさ、何ができる？ね、聞いてる話。5000円あったら美味しいステーキ食べれる。ね、いきなりステーキも食べれるやん。スシロー行ったら何皿食べれる？一皿100円だとしても、50皿も食べれるんだよ。ねえ。お気に入りのね、じゃあナイキかアディダスの安い靴も買える。だいたい5000円ぐらいでしょ？スニーカーとか。洋服ね、H&M とか、ザラとかね、お洋服買えますよ。ワンピースとかさ。そういうね、タバコワンカートン分だよ。な、タバコ吸う人だったらタバコワンカートン。ね、パチンコやる人だったらジャグラーの1回のね、ね、運試しの料金5000円ってね、だいたい。ね、200回転ぐらい、回りますよ、5000円でね。250回とか30回とか。調子良ければ300回って回るけど。ん？わざと伸ばしてないよ。だそうやって早く開けてって言うと私が伸びるんだよね。パパパって開けて私だと終わりたいよ。べーっつってさ。ね、もう疲れたっつって昼寝したいって言いたいっすけど、いつもここの人はね、なんちゃらかんちゃらって文句をね、ガチャ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 って言うからさ。ね、そのガチャガチャ言うたびに私もガチャガチャ言うんだよ。そしたらまたガチャガチャなって、こっちもガチャガチャなって、ガチャガチャ、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 ガ
で、銀だと5枚でこれが1個もらえると。だ今日は、金を当てます。キョロちゃん。で、ここで開けて、ここで見せて、ここにチョコボールを入れていくんでね。で、みんな合言葉ね、合言葉があるんですけど。クエクエクエ、チョコボールでいくよ。あ、先に見せればいいんですか。ソーダの匂いがすごいね。めっちゃソーダ、これ。これちょっと一つ食べてみようかな。種類ごとに一個ずつ食べてみようかな。あ、美味しいじゃん。あ。聞こえる？パチパチだね、パチパチ。すごくない？パチパチなんだね、これね。できますよ、1個目！もう一発目で絶対に出ないんでね、もう終わっちゃうからね。一発目で出さないでね。え、え、うわ、びっくりした！何？ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待って、なんか文字書いてあったよね。え、どうしよう。まさかの一発目また。反対側に書いてある。そういうこと？あ、これは違うってこと？これなんて書いてあるの？いきましょう。せーの。うわぁ。サクサク行こうぜ。まあなこうだ。ちょっと待って。せーの。うわぁ。せーの。クエ、クエ、クエ。チョコボール。BGM を使う。せーの。うわぁ。よし、行こう。あ、ごめん、もう見えちゃった。はずれ。何で、じゃ、なんで早く開けなきゃいけない。また出ました、ほら。もうめんどくさい。じゃ、なんで早く開けなきゃいけないの。そっちの都合でしょ。私のタイミングなんで開けちゃいけないの？あなたたちのエゴじゃないんですか？それは。ん？なんか今日変じゃないの？変じゃないよ。いつもこうだろ。まあそんなことはないですよね。そんな人生うまくいかないと。かない。だから、ふーんって、お顔を越え行こうよーみたいな感じで開ければいいんだよ。てんてん、チンポチンポチンポとかね。あの、下ネタ考えるといいって、あるよね。チンポチンポチンポ1本、チンポ2本、チンポ3本、チンポ4本。ああ、ダメだ。ねえ。これで踊れんだから。シェイクシェイク、ブキーナムの騒ぎ。ちょ、ベリベリ最高、ヒッハッシェイクってこうやってマラカス代わりにもなるんですよ。そこまで。このソーダの匂いは違うな。これワンチャン金銀だな。匂いが違うね、このソーダの匂いと。え？ソーダの匂いと違うね。だいぶ違うね、これはね。6出なし。6出なし。なんて素敵な。あ、いいこと、お顔越えて、あなたに会えたら、私はあなたと遊びたいの。あ！え？出た！あ！めっちゃトリアだ！出たよね、出たよね。銀のエンゼル。金。これどっち？銀。銀だよね、これね。10個しか開けてないよ。出ました、みんな。ほらね。ほら、見てみろよ。
だろ？私一理あるだろ、やってることって無意味じゃねえんだよ。当てちゃってんやん。結果出してるやん。すごいやん。やるやん。こんなんできるか？他の配信者にできるか？結果出せるかっつんだよ。調子乗んなよ。まあそういうことはね、ハズレですよ。ハズレ。流れが変わった。ハズレ。こちらイチゴいきまーす。あー、なんかすごいドキドキする今日。こういう、なんつうの、ギャンブルみたいなの。もう、一個一個丁寧に開けたいのよ、こうね。それを分かって、っつうの。つまんないって言ってる人見なきゃいいじゃん。あなたたちに銀を見せたのにつまんないって言われたきゃないよね。じゃない？もう銀が当ててんの、私に。これ見せてんのにつまんないってふざけんなよ。なかなか出ないんだからね。え？いい加減にしろよ、ほんとに。もうイライラしてきた、マジで。面識移動する。これは外れです。音とね、重みで。ね？うん。これ、金っぽいね、マジで。いちごでしょ、しかも。もう金が見えてる。エンゼルが頭の中で飛んじゃったもんね、今ね。私本当に見える人なんだよ。いやいやいや。みんな見えてる？これ開けてない状態で見えるみんな。私は見えてんだけど。金のエンゼルが。いつも見えてる。で、私は金だと思いますよ。お見せしましょう。なわけないだろ。予感がしたら、次はどこを選ぶかが重要。ね？予感がすると通り、葉の葉の葉。お母さんのシミパン、売ってるよ。これですね。後付けが好きねって。これで分かると。嘘でしょ？ちょっと待って。ちょっと待って。でしょうね？ね？ほら。ほれ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 、みんな見てごらんよ。銀が出たよ、また。2枚目？嘘でしょ？もんじゃりもんじゃりもんじゃり。あー、ちょっとやだやだ、金出ちゃうかも。怖い。自分が怖くなってきたら金出る。金が出ちゃうかもしんない。マジ怖いんだけど、自分が、本当に。出ない出ないって言って、だって2枚出ちゃったんで、もう出るよね、これね、流れ的に、本当に。見ないで。ね、本当に。嘘でしょ？レンチャン？また出ちゃった。3枚目。じゃあ、シャッフルとかして選ぶとこもバラバラなんだよ。これはすごいよね、マジでね。マジでやばくない？これ、ちょっと待ってね。あ、よかったー。よかったー。よか
っとどうしよう、怖いんだけど。なわけないっしょ。ああ。こまいのバーカ。面識に入ってきてるけどね。こまいのバーカ。逆に運気が下がるかも、こまいくんをイメージしたな。ベルベル、ハロー、YouTube。みんな。ブンブンブン、ブンブン、ブン、ブンブン、ブン、ブン、ブンブン、YouTube。ハロー、SOS。ブン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 、YouTube。ハロー、SOS。ダメだ、ヒカキンじゃダメだな。ちょっと、ケンジ君をね、乗り移らせるよ。ケンジ君おいで。今、体の中に入ってきたね、ケンジ君が。シューって。ナナちゃんかわいい、ナナちゃんかわいい。お前っていつもかわいいな、ナナちゃん。俺のそばにずっといてくれて、俺一生懸命守るからさ、ナナちゃん。な、ナナちゃんが困った時に俺絶対助けるから。だから俺のこと信用してくれ。ナナちゃん。俺が代わりに開けてあげるからさ、ケンジが。俺が開けてあげるから。これだね。これだね。これで金出せたらすごくない？私たちの愛は深まってるってことだよね。iPhone くれなんて一言も言ってないよ。え？今、恒例の技術でね、ケンジ君の御霊を下ろしたかな。ナナちゃん、俺と一緒に幸せになろうぜ。ナナちゃん。あ、全然愛がね、違うんだ。ダメだ。ケンジ君ダメ。あら、急に当たり合いが少なくなってきたね。どうなんだろう。あー、金が出てほしい。最後にお願いします。よくは、お願いします。あー、じゃあこれで当たったらどうすんだよ。ほら、ほんな4枚目、謝れよ、ごめんなさいって言ってみろ。え、4つも当ててんで今銀を。確率変動。あ、びっくりした。今、シワが絵に見えた。このシワが。びっくりした。これがな、オッケー。そうじゃない。オッケーじゃ。ああ、またって言っちゃった。ほら。ね、これで金なんか出ちゃったらどうする？ここで。金が出たらどうすんだ？謝ってくれんのか、すいませんと。え？金が出ちゃったら。落ち着かないとね、ちょっとね。落ち着いてゆっくり開けてこう。よし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 。これも外れですよ。ね？ほら。うわー、来ちゃった。見えたね、今ね。エンゼル来ましたね。来ちゃったわ。なんか中途半端だな、ここで来ると。最後に来て欲しかったんだけどな。うん。今、チラッと見えたような気がする、私。最後に、そんな、
本当に中途半端銀4枚なんて普通はおかしな話だけど、1枚出ただけでもね、成功なんだけど、このパティーンは嫌だよ。やだ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 、怖い。私一理あるだろ、これ。このやり方に文句言うか文句言えねえだろ、4枚待ってたの。ああ、ダメ、なすび効果はないな。ああ、予感しちゃった。これ後回しでしよっかな。これは金だわ。これ金。ただこ、ずれた。ね。これちょっと熱いね。5分の1。あ、違う、2分の1ぐらいの確率。うん。お願いします。あと8箱しかない。これは伸ばすべきだろ、ここは。投資で見てみる？あ。あ、ごめん。ちょっと先に行っちゃダメだね。シルバーエンジェル、シルバーエンジェル、シルバーエンジェル、シルバーエンジェル。こっからして全部当たりだったらどうする？ラッキーセブンで7枚出ちゃったら怖いよね。あ、怖い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 、変なこと言っちゃった。怖い。呼び寄せちゃった。マジそれ怖い。死ぬかも、私今日。ちょっと待って。マジ怖いんだけど。こっから当たりが7連チャン。さっき連チャンしてるからね、みんな怖いこと起きてんだよ、今すでにもう。この4枚出ちゃってんだよ、怖いことが起きてんの、もうすでにね。あ、逆だ、ごめんごめん。こっちだ。でも今ゲロ吐い、出たよね、出たよね。ゲップ出た、出た、出た。引いた、当たり。出た。体から出た、運が出た、出た。キョロちゃんが出た。こんなことはないと。ひりつくねー、ひりつくねー。あと4つ。これダメなパターン？私はまだ諦めてない。絶対に入ってる。諦めちゃダメだよみんな。絶対に引くと。絶対にみんなに見せてやる。素晴らしいもの、楽しい世界を。お願いします！お願いします。いやー、ラスト、いや追加、これで出ちゃったら怖くない？金が、金か銀でもいいけど、これで出たらマジで怖いよね。私本当に死ぬかもしんない今日。ああ、緊張する。ちょっと一回トイレ行ってきていい？
いくよ。一斉のせりいくよ。あ、違う。19、8、7でいくよ。最後なんで、本当に。10、9、8、7、3、2、1。じゃあ分かりました。追加します。じゃあ11時になって切れたらちょっと携帯でコンビニ行くわ。おじさん、あのマジでね、もうチャッチャチャッチャ行くよ。せーのね、せーのやってるとね、分かるみんな。せーの、なかなか出ないね。なかなか出なくなっちゃったな。やっぱりさっきの4枚ボケるって何？ボケるって、せーの、あーそのもん一緒でしょ。この話さっき説明したんだけどね、私ね、出す理由は、せーの、足んない。来い。でもちょっとこれ怪しいね。これちょっと熱い。今10個ぐらい私開けてるしよ。これちょっとチャンス。ワンチャン。まあ、そんなことないね。な？もうだるくなってきたよ。もうだるくなり始めたら当たりが出なくなるんだよ、私って。頑張って。ゆとかさん。外れそう。マジ全部外れそうなんだけど。せーの、あちょ、せーの、まだまだ続きまーす。でしょ、こんなとこで出ちゃったらさ、じゃあおかしくない？だってさっきね。せーの、ほらイラつくんだよね。え、きたー、5枚目。今なんかでも私動き遅かったんで感じてたんだよ、ほら。だからめっちゃ遅く開けてたじゃん。何も無意識に開けたんだよな、私今。無言になってたでしょ。うわぁ、コンプリート。銀コンプリート。あと金だけだわ、みんな。よっしゃぁ !5 枚。5枚当たりましたね。あと金だけ。これこう、いけそうじゃない？みんなどう思う？こんなにあといっぱいあんだよ。金出そうじゃない？それレンチャンなんかで来ちゃったら大変よね。あ、来ないね。ブルフ、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 ブルフ。せーの。うわ、これちょっとまた銀っぽいな。今ちょっと見えちゃったね、私。あーっていうかね、うーん、なかなか来ないね、金がね。私はね、今までないですけどね。ね、やったりとかしたよね。
を変えようかな。あ、これ見えてなかった、ね、ごめん。企画がコンプリートできる銀と金チャレンジだから。ケンジです。携帯払えないから金振り込んで、もういい加減にして、本当にケンジ君マジ。もう金の話はやめてね。金、そっちの金じゃねえんだよ。もうケンジ君は溢れんのやめて。ええ、まただ銀するでしょ。え、もう銀が6枚出ちゃって、金を500分の1を引く。あ、お茶巻き、センキュー。私はあると思うんだけどね。毎日食べるは1年間かけて、前もそうでした。え、嘘でしょ、やばくない？7枚目、銀。こんなに出るもんなのこれって。さっきと全く同じ流れ、さっきも連チャンできたもんね。おー、しびれるね。言い返しろよ、本当にケンジ君。本当にね、せーの、おし、おしって言っちゃった。なんなのこのケンジ君、2000、生卵食べたいのにお金振り込んで、卵嫌いだから。本当にケンジ君は。いや、本当にマゼマゼした方がちょっと眠くなってきちゃった、私どうしよう。ちょっとね、パワーダウンしてきちゃったよね。眠気がすごいんだけど。お弁当もね。うぇー。ご飯プラス油淋鶏。すごいっしょ。ボリュームすごくない？いただきまーす。うん、美味しい。うまっ。うん、セブンイレブン美味しいね。私、弁当はね、チンしないタイプなの。苦手でね。猫舌っていうか。そう。買ってきたやつとか。冷めても普通に食べれる人？うん。ただこのさ、白米、ご飯って、温めるとカロリー太りやすいんだって。冷めたご飯の方がカロリーは少ないんだってよ。おう、冷めちゃうか。ただ冷めた、そう、チャーシューご飯、うん。ケンジです。明日女と旅行行くから金振り込んで。もういい加減にして、本当にケンジ君ね。どこの女で、またあの女か、あの女だろう。いい加減にしろよ。あの女とは縁切れって言っただろう。本当にいい加減にしてなよ、あの女。あの女ですよ。もうあの女がいるんだ、あの女がね。うん。今までのね、全部拾ったコメントを総合すると、金が欲しいだけだよね。ね、その偽ケンジ君のコメント。ね、どんだけ金が欲しい人なのよ、つも。私は金が欲しいの！金が。金じゃないんだよ。
角煮ご飯、何チャーシューご飯ね。でもケンジ君は優しいんだよ、ナナちゃんってね。あのね、毎日ね褒めてくれんの、私のこと。あの配信楽しかったねとかね、こういうとこが面白かったよ、こういうとこはダメだったねとか、ちゃんとねリスナー目線でアドバイスをくれるから、そう、お勉強になるよね。あのたまにこういう企画やったらどうっていうね発想もくれるんですよ。あのケンジ君プロデュースの配信とかね。うん、例えばね、何だったっけな、一回だけやったんだよね、ケンジ君プロデュースで。何だっけな、なんかあんまり受けなかったんだよな。置いてあったよっていうとこから、あーそれ企画でやったら面白いんじゃないみたいな。でもあれ盛り上がったよね、結構ね。他の配信者も真似してたしね、結構盛り上がったよね。あれはケンジ君の企画っていうかね、発想を教えてくれたのよ。ちょっと怪しいね、これ。来たね。お知らせが。当たりのお知らせがちょっと近づいてきたね。なしと。いや、近づいてきてる。近づいてきてる。本当に。もうだってこんだけ当て、ね、開ければわかるよ、だいたい感覚ね。ほんとに。だって7枚も当ててんだもん。7枚も当ててんだよね、私ね。仕事に関して、ラジコンしたりとか、文句とか一切言わない、好きなようにやってくださいと。ただあんまりお下品なのはちょっと目につぶるって。例えばほらバニーガールの格好でねお散歩とかしてるとちょっと 見たくないみたいな、彼女がそういうねお下品なさらけ出してたりとかすると肌をね、あと男の人とイチャイチャしてるとちょっとやだねっていうぐらいね。何も言わない、隠せとかね。乳首なんてだって布で隠れてるだけじゃん。例えばね、もろ乳首が出てたら言うよ。スカミニスカートだったりとかさ、乳首が浮いてるぐらいだったらさ、彼女の言わないんじゃないの？言うの？彼氏とか旦那って。お前乳首浮いてるぞって。ノーブナやめろよとかさ。言うの？ほんとに？8枚目。嘘でしょ。でもこれで銀が10枚、あと2枚でキョロちゃん缶2個当たるね。あと銀2枚だけだ。あと2枚で2缶もらえるね、この歌うキョロちゃんボックスみたいの。これキョロなんとか、もうね。リスナーさんにプレゼントしてもいいかもね。
どう？プレゼント企画で。いや、子供とかいる人たちは欲しいんじゃないかな。うん。ガチで欲しいって。そういうマニアックな人もいるんですよ。ドラ猫先生も言ってたね、私のね、唾液が欲しいって。ドラ猫先生は私とやれるみたいよ。じゃなくてね、私、半年ぐらい口説かれてたんだよね、ドラ猫先生に。お店とかね。マナミンもそうだけど、ああいう変態にモテるんだよ。変態受けするっていうか。口説かれてたね。ただ、やっぱりほら、月が嫌いになっちゃうと怖いよね。ああいう風に粘着質になるから。でしょ？粘着して初めて終わっちゃう。ね。そうじゃん。1ドル145円取っ払ってマジ？やばくない？1ドル145円か。そうそうそう。王子じゃなくてそこをね、卵に変えてる。うん。よいしょ！いやー、これは見せたいよね。これはね、金見たいよね、みんなね。ここまでやったんだからな。ここまでやったんだから金見たいよね、マジでね。銀ばっか出てるけどさ、ねえ、なんだけど、まあ、好きでは見てたよ。好きでは見てたけど、ガチ恋ではないよね。うん。ガチ恋ではないっすよ。みんな、飽きられるとそうなっちゃうんでね、何年もやってると。え？銀。ちょっと待ってね、何枚目？ 9 枚目食べれなくなるじゃん、後でね。じゃないの？うわー、ちょっと待ってね、あとここあたりで金が隠ればいいんだよ、この後。これ怪しいね。これめっちゃ怪しいよ、マジで。手が止まったから。これが金っぽいね。なわけないっしょ。で、ここでふーんってね、ふーんってパーンってやると当たっちゃったりとかね。そう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 、そういうこと。ふんふんふーんってね。ふん。パーンってね。何も考えずに。ね、そうだよ。大体。あ、びっくりした！逆側だった。びっくりした。こっちだった。中まででもさ、100個以上は開けないね。私100個以上今開けてるからね。あ、こっちだ、間違えた。あら？あ、また間違えた。こうだ。もうバグってきた頭、疲れだよ、これ疲れ。うるさいよね、いちいちで。また変なめんどくさいのが出てきたね。臨氷等社会人列最善んだけど。閣僚。そう。よいしょ。あ、もうそろそろ金来て、ほんとに。もうあともうちょい、お願いお願いします。金、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 金。やだー。マジかよ、なんか、お願い。金を出したらもう最終回。え？ちょっと待って待って。ちょっと待って、びっくりした。ちょっと待って。銀。嘘ですよ。おかしくない？これ。金の金が。
マジ。金が欲しいんだよ。でもね、そういう状態だよね、今ね。たまには首絞めてもらいたいとかさ。ねえ。こっち、こっちやってなかったの。これ怪しい。今流れ分かった?こういう時出るよね。このパターンあったよね。え?第一部であったよ、これ。これちょっとね、怪しいっすよ。流れが急に変わったでしょ、今。わからない。今までね、パンパク文句言いながらでも手はストップしてなかったじゃん。弁当食べてても私開けてたでしょ。今かなりストップしたよね。で、これを開けてる最中に置き去りになってたってことは、そういうことですよ。ついにお見せできるでしょう、金を。これがじらしてじらしてじらしてね、私を開けないで、まだまだ開けないでって言ってる金なんだよ、これは。なめよって、もったいぶらしてるのね、この金のエンジェルが。まあはずですね。まあね、そんなことは重ならないです、なかなか。はずれの行為だったね、今ね。そう、多いみたい。これね、よくわかんないけど、私もね、去年銀当たった時イチゴが多かったっていうか、イチゴだったんだよ。これ怪しいですよ。いただきました。ねね、うわぁ、これあと20個ぐらいしかない。どうしよう、もう。金が出てよ、銀が出すぎよー。だね、これね。なかなか出ないってこと。昔さ、友達がね、ガリガリ君の当たりの棒をさ、持ってたんだけど、私どうしてもね、ガリガリ君が食べたくて、友達を騙してさ、そのガリガリ君の棒をさ、盗んじゃったんだよ。今思い出したわ、そのエピソード。うん、それをくれれば今度ね、当たりを3本あげるって言ったのよ、私。そしたら友達が本当っつって、約束ねっつったんだけど、当たりの棒をね、そのままガリガリ君交換して食べて、それからもうしらばっくれ。で、友達は一週間ぐらいね、当たりどうしたの、当たりどうしたのって言われたんだけど、私はずーっとシカトしてたんだよ。ひどい人でしょ。で、その友達とは仲悪くなっちゃってね。うん、違うグループになっちゃったけど、今それをふと思い出しましたね。あとなんかカード出すっていうのが流行っててさ、カード出すってみんな知ってる?ガンダムとかドラゴンボールのやつ。あれ流行ってて、友達にね、こうやって見せてってさ、束でもらってね、それを見てる間に被ってるやつをね、一枚一枚に下に抜いてくんだよ。見てるふりしてね。だって被ってるから、そんなに気づかないわけよ、あっちはね。最低。いや、気づかないの、もう、全然気づかない。30枚ぐらい取っても盗んでもわかんないんだよ。バカだから。ね。そう、それぐらいから私はね、手癖が悪くなったんですよ。
ね、親の500円貯金箱盗んだりとかね、谷間さん。そう。うわー、街なんか当たんねえだ、金を当てるんだよ、金を。そっちの当たりじゃないんだよ。私は金を当てたい。今日は銀、あ、今日は銀が出すぎだけどね。赤、本当に真っ赤だったのよ。血圧が高いのかね。ちょっと左、右手でやってみるね。今まで左手で開けてったかな。こういうのもあるんすよ。いや、藤木くんとかじゃなくて、本当に真っ青って感じ？あ！当たりました、いただきました。鈍ってきちゃったね。これなんだろう、開けっぱなしだな。これ開けたやつかな。チョコの匂いでね、すんげーチョコ臭い。痺れるね、この展開。やっぱり最後に金が残るのか、これ。パターン的に。じりじりじりっと。ちょっとチョコ。オッケー。お願いします、本当に。最後でもうそろそろ。もう見ない。私開けるとこ見ない。みんなだけ見て。どう？どう？せーの、どう？当たった？何くよ、どう？ほんまになかなかないっすよ、こんなに。ね、そんぐらいの量ですね。チョコレートはすごいね。コマイのバーカ、これも行くよ。わけないじゃん、バーカ。無理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 。もう当たんない、金なんて。当たる？本当に？もう私は信用ならないね、もうすでに。もう諦めかけてる。はぁ、6、7、8巻。8個しかないね、あと。無理だよね、これ無理だよね、もうね。金が見たいなぁ。無理だよね、8個で金出すなんて、こんだけ開けて。銀だけ10枚出ちゃってさ、マジで。無理だよね、これね。私は2つ目で出てくると思うけどね。今1個目。ここはちょっとキーポイントだと思うよ。うん。ここはちょっと熱い。
来い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 、最後に来て、マジで来て来て、本当にお願い、最後に来て。解散でーす。結果発表します。150個ぐらい開けて、金のエンゼル0、銀のエンゼル10枚、